八時の孫で、ヤリツ脱鉄樹の子。弟は、ヤリツハゲバナ。子は、ヤリツ某古代、ヤリツメンシカ、ヤリツツクネジウダラ。おいは、ヤリツシウタ、ヤリツカイジウ。赤いの子孫は、元朝の統治下で代々繁栄した。彼は、記者に優れ、看護、モンゴル語、トゥルク語など、諸国の言語に通じていた。 祖父の代から続く緊張末期の交換であった。ある年、緊張の使者として、ケレートのトーリルハーンのとを訪れた際、チンギスカンと面識を持つ。これがきっかけになり、翌年に弟のヤリツハゲバナを人質に差し出して、チンギスカンに主観した。モンゴル統一戦や聖火遠征に参謀として、従軍した。対ケレート戦で、チンギスカン一行が、 モンゴル高原北方に退避した際に共に、バルジュナ湖の濁水をすすった19人の行進には、赤いとハゲハナ兄弟も含まれている。1203年の聖火攻略に功績があった。また、後の金朝討伐戦でも、近朝ジカのキッタン族を内容させ、現在のドロンノール付近にあった金朝のカンマ巻からの、軍馬ダッシュ及びキッタン族のモンゴルへの基準に、貢献した。 また、1214年の金朝の戦争による、開封戦闘の際に、吉丹族、タ丹宮ト族等の混成による、騎兵部隊の軍が、将の著大に率いられて、反乱を起こし、中東を包囲した時に、石、松明やすらとともに中途攻略を進言した。チンギス艦は、文山沢を首相とする、赤い、ハゲバ石、松明やすらが補佐をする。 キッタン族が主力の軍を攻略戦に送り込むことを決断。中トは10ヶ月の包囲の後、1215年にチュートルスのワンヤン副教の自害により陥落した。この時起伏した同族のヤリツ素材をチンギスカに推挙した。1219年、モンゴル帝国の生成に従い、ブハラサマルカンド攻略に功績があった。サマルカンド落城後にルスを任され、 ホラズムの占領地を委任されて、軍民の異分にあたり、認知で病を得て没した。表年73。元朝が成立した後の1273年に、田畑家公に追封された。長春新人最有期には、1222年に、岡長春が、チンギスカンに会見した際に、赤井が通訳を務めたことが記される。 モンゴル帝国初期のヒモンゴル族の家臣の中でも、チンギスカンの信頼が高く、1214年の段階で大使に任ぜられている。チンギスカンの代における、ヤリツ素材の自責と伝えられていることのかなりの部分は、実は赤い、ハゲハナ兄弟によるものであるとされ、ヤリツ素材よりも、チンギスカンの信頼が高かったとする見方もある。ありがとうございます。